れから随分経ったような気がする。日暮神社の井戸から戦国時代にタイムスリップして、犬夜叉たちと出会って、苦しい時、楽しい時、いつも一緒だったよね。またあの頃に戻れたらいいのにな。映画犬夜叉2、きっと願いは叶う。